皆さんこんにちは、道楽です。新しいね、定番アイテムを探す動画の第2弾なんですが、今回もこの、福岡のメリタリーセレクトショップワイパーさんで購入したアイテム、こちらのアイテムを検討してみたいと思います。ね、メリタリー系で詳しい方はもうこれを見ればすぐにどういうアイテムかっていうのが分かるかと思うんですけども、今ね大人気で、10年ぐらい前に比べるともう値段が10倍ぐらいに跳ね上がっているような、そんなアイテム、フランス軍の M47 になります。ただしこちらはオリジナルではなくてリプロダクトになります。おそらくなんですけど、このタグであるとか、こちらのねタグのナンバリングだとか、その辺を見ている限り、おそらくシービーズさんですねと同じ、販売されているのと同じものだと思いますね。まあ47に関してはね、僕はオリジナルを、所有したことがないので、特にその詳しくはないんですけれども、 M47 の一応後期型をサンプリングして出来上がっているリプロダクト品ということになりますね。で、 M47 のまあ特徴としては、その作りの丁寧さっていうんですかね、そこと、あとまあこのズドンとしたシルエット、形的にはもうあのこのズドンとした太い、まあ今流行りの太いパンツのシルエットで、細かなところの作り込みがものすごくこう、なんでしょうね、軍用の量産しなければならない、アイテムの割にはこうテーラードのねような技術が入っている、その凝った作りっていうところが、まあ、人気の秘密なんだろうなと思いますね。まあ、特にね、あの有名デザイナーさんがね、サンプリングに使ったりとか、これを裏返しして、リメイクして、ショーで使ったりとかっていうところからも、まあ人気が爆発したんだと思うんですけれども、でこの47パンツのその作りのいいところの、まあ、象徴的なのがここの腰のポケットですよね。通常こういうワークものとかミリタリーものって、パンツを作るパーツの縫い目なんかにこうね、そういうような形でポケットが作られてたりするんですけども、全くパーツの構成とは関係ないところにこういう一つ縫い目を作って、そこにポケットをつけてるっていう、裏を返せばポケットを作るためにわざわざここ分けたんだと思うんですよね。でさらにポケットの縁がこれ玉縁になっている、スーツのねポケットなんかのところに処理されているポケットの口の処理ですよね。こんなのスーツでしょ、僕見たことないですよね、こんな風な処理してるところ。そしてあとこれバックポケットですけど、フラップがあって、その下ボタンで留めるんですけど、普通ならこれ直接ここにボタンが出るような形でいいわけですよ。でもそれをこう隠す、で隠して留めるためにこのフラップを別のにしている。さらに別に表裏1枚でも構わないし、同じ生地でも構わないのに、すれ木の別の布、別の要は素材の布を使ってる、すれ木使ってね。であとはそうだな、他にもいっぱいあるんですけど、あポケットもね、これテーラードのズボンのようにこうやってすれ木のねやつが入ってるわけですよ。本当こういうところすごいですよね。 あとそうそう、この股の部分にもスーツのズボンのようにこうやって別布が当てられて補強されてるんですよね。補強というよりも股ずれ対策ってやつですよね。こう擦れる摩擦対策になってるね、表には出てないけどこう中にこう、ね、表にはあまり見えないけど中に、まるでスーツのテーラードのスーツ のズボンの仕様のような感じですよね。他にも細かいところに貫抜きがあったり、確かこの
カーゴパンツの負荷のかかるところにはこうやってね補強のための力布が縫い付けられていたりとかね、一緒にねこれ本当にねこういう凝った作りになっているものをさらにこのリプロダクトは忠実に再現しているっていうところがすごいなというふうに思いまして、ちょっと買いました。私がなぜじゃあオリジナルを買わなかったのかというと、まあ、正直言いまして今の例えば、日本人に向くサイズで、日本人にちょうどいいゴールデンサイズでかつそのデッドストックになってくると3万とか4万とか5万とかっていう値段に今なってるわけですよ。ユーズドでも多分2万円を下ることはないんじゃないかなという状況で、はっきり言ってこんな面板に2万とか3万とか5万とかね払うっていうのがちょっとおかしいなと。もちろんコレクターであるとか服飾のね歴史をこうアーカイブするっていう目的があるとか、だからそういう方がどうしてもデッドストックを持っておきたいとかコレクションに加えておきたいとかっていうのならまあ分からなくはないんですが、普通に履いて生活の中で使用していくアイテムで、ウールでもカシミヤでもそういった高級素材でないものもうごくごく普通の綿板でその3万5万っていうのはちょっともうレンジ外だなっていうのがありますね。もちろん需要と供給のバランスの関係で人気があって皆さんが欲しいということでね、たくさんこう需要があって、でももう出てくるものじゃないので数が減って値段が上がるっていう市場の原理はわかるんですけれども、それに乗っかって自分の定番アイテムとして買うものではないなというふうに思っているわけです。まあ、私の定番アイテムの定義の中にお求めやすい価格で手に入れやすくてっていう5つぐらいある要素の中の上2つ、この部分に完全に今の M47 はオリジナルのね M47 は外れてしまっているんですけども、だったらっていうことで目を広げてみた時、 M47 の雰囲気を持ったものは何かないかなということで見たところ、こちらのリプロダクトが相当忠実な形で再現されているんじゃないかということで採用してみたわけですね。じゃあちょっと細かいところのね続きを見ていきましょうかね。やっぱりね、47の特徴としてはこの大きなカゴポケット、前周にマチがついている大型のカゴポケットで、こちらもバックポケット同様裏が別の生地のスレキの生地のものになっていて、でフラップが20でボタンでこのフラップを留める口を閉ざすような形になっていますけど、このボタンもこのカーゴポケットの中に物を入れて膨らんだ時のためとこうしぼんでる時のためで留める場所が2箇所用意されているっていう、こういったところもね、凝っていますし、機能を重視した上でのデザインになっているところが私の好きなところですよね。格好のためのデザインというか形じゃなくて機能のための形素材であるっていうところがやっぱりこうミリタリーものであるとかワーク系アイテムの私の好きなところですね。そしてそういう機能からね来る形っていうのは意味が形に意味があるので、流行り廃りがない、流行り廃りがないっていうことはそのトレンドとかそういう言葉で片付けられない、長年使っていっても色褪せないところがあるので、私はこういうミリタリーものであったりワーク系のアイテムっていうのを定番として長く着ているわけなんですよね。ということで、今回はこの M47 のリプロダクト、ワイパーさんで購入しましたけれども、おそらくシービーズさんで売ってるものと同じものだと思うんですけれども、そちらの M47 の後期モデルのさらにウエストベルトのボタンが2ボタンのタイプをサンプリングしたリプロダクト品を購入して定番品にするか検討してみました。それではこの M47 をどんな風に着ていこうかというふうなことを考えた着用動画をちょっとご覧ください。
今回の動画いかがでしたでしょうか。今回は M47 のリプロダクトをご紹介させていただきました。やっぱりね、定番アイテム、僕にとっての定番アイテムっていうのはお求めやすい価格でいつでも手に入る、で形に意味があって、その形が長く使える、でアイテムそのものも丈夫で長く使える、長く愛せるといったものを自分の定番にしていきたいと常々思っているんですけども、今回のこの M47 のリプロダクトもその考えに沿って合致しそうですね。あとはまあ、これまであんまりこうワイドパンツっていうのはね、履いてこなかったので、トップスをどういうふうに合わせていくかっていうのを楽しみながら検討していけたらなと思っています。今回の動画いかがでしたでしょうか。今回は M47 リプロダクトをご紹介させていただきました。もしこの動画が参考になるようでございましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ドラグでした。